次元流。次元流とは、薩摩藩を中心に伝わった、古流剣術。竜祖は、統合10位。現在の宗家は、十三大統合重方。薩摩藩内では、江戸後期に、島津成沖より五竜儀と称され、文家の佐渡原藩を除き、藩外の者に伝授することを厳しく禁じられていた乙女流である。近隣諸藩にも次元流を称する流派が存在するが、 それらが単なる釈明か、それとも、藩を致死した元門人による伝授など次元流と関連があったのかどうかは、熊本藩に伝わっていた寺未流以外は、多くが出伝しているために不明である。興味深いのは、次元流の源流の一つである、天津政治源流発祥の地である関東の笠間藩に回帰した流れから、佐渡原藩経由で、 延岡藩に伝わり、延岡藩をもだった牧野家が、日立の笠間に天保になったことから、笠間まで伝わったようである。流祖の統合獣医は、もともとは、対ステルを学んでいたが、京都で、前吉長賞より、天津政治権流を奏伝し、両流派の利点を創意工夫した上で新流派を立てた。次元流という流派名は、南浦文これによる命名である。技術、経符的には、 天津政治権流の流れにあり、方では、タイステルを、仮想敵としている。また、立流の伝承では、獣医が、大見老人、田中久もえもんより、田中家伝来の早立ちの技を学んで技に加えたと、される。獣医は、午前試合で、タイステルの師範を破り、まずイエヒサの師範役となった。二代目は、十方が次、三代目主芸都市までは、藩内に、 多くの門邸を抱えていた。四代目自慢、重春は、父の重利氏が中部を患ったために直接には、和子送電を受けられず、皇帝の移住院久明、正治源流を通じて送電した。このため家自慢は、技量が十分ではなく、困窮して、城下を離れて移住院里に筆足した上、屋敷が火事になって、伝来の文物を多く失ってしまう。また、 この当時は次元流系でも、東郷家から独立していた、立流や、古次元流、ホワシ流が盛んとなっていた。こうした状況を憂えた、次元流門帝たちは、実万を城下に呼び戻し、藩主への上乱もいて、東郷家の次元流を再興した。人万の着手いてらは技量に優れていたが、ママ母との不仲により、事実は、家徳争いという脱藩を企てたために配着され、 天み大島への遠投になった。次元流は変わって、異性の子である、とこう見、サ春が継ぐことになったものの、若年でかつ、母方で生活していたこともあり、まともに送電を受けていなかったため、薬丸剣喜び、統合獣医の皇帝だった。薬丸金信の養孫が事実上の市販役となった。自の成長をもって、剣喜びは、市販役を降りたが、次元流門帝には、 実力があり、本来宗家となるべきだった、衣装を支持する一派もあったようである。衣装は、緊急のあまり町人に技を教えたり、実力者で、すでに、東郷家からは、教授を受けていなかった、薬丸金富、県喜びの創尊や久保武氏、次元流機が危機金録の著者に無理やり免状を、発給するなどしていた。後に、薬丸兼岳、剣富の用紙、久保の絵の実施は、 次元流あるいは、助水伝を称して独立する、薬丸寺建流。このように、江戸中期には衰退、混乱があったが、寺は、安永2年に稽古書、後延武官の師範となり、また寺の子、六代目寺、おつは、流祖獣以来と言われるほどの達人で、次元流中高の祖となった。その後、幕末、明治維新、太平洋戦争で門弟の多くを失ったものの、 現在も、東郷家の手により、鹿児島に伝承されている。また、明治時代に、警視庁で制定された、警視流木立ち家たちに、次元流の技、十二の立が採用されており、現在も警視庁で伝承されている。牧野家の笠間への違法によって伝わった、次元流は、唯意心一刀流と並んで、笠間藩の剣術の二大流派であった。この系統の次元流は、 周囲の藩にも伝わり、現在の土浦市、石岡市、宇都宮市、鹿島、九時郡等に伝わった。この系統の次元流は、笠間次元流とも呼ばれる。現在でも笠間には次元流の形が伝わっている。笠間で現在伝わっている、次元流では、立木打ちは行われていないが、土浦市、真鍋地区では、昭和中頃まで、流木打ちが行われていた記録がある。 薩摩藩の支配下にあった琉球王国にも次元流は伝わり、同じ琉球士族の講師クバチトから次元流を学んだ赤正し式のように、18世紀には薩摩藩士を介さず、琉球士族から次元流を学ぶ者も,もあり、琉球士族の間で次元流剣術は普及していた。また、松村宗根のように薩摩に渡って学ぶ者も,もいた。このことから、琉球の都市武術である、 当主の技法や思想に影響を与えたという説もある。一の立ちを疑わずまたは、二の立ちいらずと言われ、髪の毛一本でも早く打ち下ろせ、運用運用と教えられる。初立ちから勝負のすべてをかけて切りつける、先手必勝の鋭い斬撃が特徴である。ただし、一般のイメージとは異なり、初立ちからの連続技も伝えられており、 初立ちを外された場合に対応する技法も伝授されている。稽古には母祖、ユスの木の枝を適当な長さに切り、時間をかけて十分乾燥させたものを木刀として用い、トンボと呼ばれる構えから流木に向かって気合と共に左右激しく斬撃する、木打ち、縦木打ちなど、実践を主眼に置いた稽古をひたすら反復することに特徴がある。達人ともなれば、 流木に打ち下ろすとき煙が出る。掛け声は、鋭いであるが、あまりに激しいため、キーエイという叫び声にも似たものとなる。この掛け声は文派である、薬丸寺賢流にも受け継がれている。しかしこの各派共通の反復練習と影響は、意味を知らぬ者に否定的に見られることもあり、幕末期の薩摩藩主、島津成明が、薬丸寺賢流の稽古を見た際に、 まるで気が狂ったやからの剣術だと侮ったと言われている、実際に動画を見ると気持ちはよくわかる。掛け声がチェストとされることもあるが、これは剣豪小説で広まった創作である。何時、いかなる場面においても戦える、生活に根付いた実践性を追求しており、他流では流派規定の道義を着用しての稽古を求められるのが一般的であるが、次元流では何時でも、 敵と退治できる様、平服姿でも稽古に参加しても良いとされている。現代の生活状況に合わせて、T シャツとジーンズ姿、あるいはスーツ姿等、道着を着用しない服装での稽古が容認されており、実際に立ち木打ちの際ではその姿で稽古する修行者も多い。公式な演武では、和服での清掃、もしくは道着を着用している。また、 剣を握れば、礼を交わさずと言われ、木刀を握っている者や稽古中の者に対しての、決令も許されている。単純な内容に思われがちだが、一般に思われているより複雑に体系化されており、技の数も多く習得は容易ではない。そのため、下級武士は次元流より、比較的単純な小次元流、立流や薬丸次元流の方を学ぶ傾向があったという。ただ、 教授が上級武士に限られていたというのは誤解で、次元流の皇帝の系譜を記した次元流危機が危機金録には売信や足軽の名もあり、藩内に多くの流派があった幕末期には上級武士が学ぶ傾向があったということである。幕末期、新選組局長近藤勇をして薩摩者と勝負するときには初立ちを外せと言わしめた。とされるのは、 高戦的な歌詞たちに伝授されていた、立流、薬丸寺健流などを指している。ここから、時代劇などでは次元流と薬丸寺健流を混同して、薩摩の次元流は初立ちを交わせば、素人同然という誤ったイメージがルフしているが、実際には前述のように次元流には連続技があり誤解である。風文通り初立ちに特化した薬丸寺健流なども、 野立と失踪による高エネルギーの打ち込みは比類なく、初立ちの回避それ自体が相当の主練を除き困難であった。実際、幕末期に薩摩者と戦った武士の中には、自分の刀の峰や唾を頭に食い込ませて絶命した者がいたことは有名である。ただし、薩摩藩の剣術は次元流系だけでなく時期、新加流や朝山はじめ伝流もあり、 それらを修行した薩摩藩士もいる。薩摩藩では他の地域の刀のこしらいと異なる、薩摩ごしらいと呼ばれる独特なこしらいが用いられることが多かった。薩摩ごしらいの特徴は多くは柄の長さが一般的なものより長く、返し角は独特の形かあるいは無用としているものが多い。またサメ川は用いず、牛革で代用している。 研究家の図書一郎の説では、薩摩ごしらえの中には次元流や薬丸寺賢流に適した仕様の形式が存在するという。調べ書は上級武士仕様、次元流仕様、薬丸寺賢流仕様、摂中仕様と分類した。ただし、この説だと、現存する二流派のみ流派に適した仕様のごしらえが製作され、江戸時代に薩摩で盛んであった。 立ち流や地下化下流に適した仕様のこしらえは制作されていないことになる。この点について調べ書は言及していない。判例太字は次元流創形。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。